カイは譜面を書かない。スタジオに入り、頭の中で練り上げられた歌詞とメロディーをメンバーに口ずさんで伝えていった。どうにかして彼の頭の中にあるものを引きずり出して、演奏というものに定着させていくかという作業でしたね。アレンジ、レコーディングというのは。ここで、はい、アンナのレコーディングではメンバーが意見を出し合い、アレンジしながら演奏された。録音はテイク2で OK。 その時の貴重なマルチテープが残されている。このレコーディングにはメンバー以外に偶然居合わせていたシンガーソングライター浜田翔吾が加わっていた。浜田君も何か激励に来るなんていうようなね、そんな、なんか優しい間柄じゃないんで、なんかきっとあったんでしょうね。それやってみて。ああ、うん、いや、これ浜翔だね。うまいね。やっぱりね、歌える人が弾くと歌ってるんだよね。ギターも素晴らしいね。ああ、いいじゃないですか。その違いは大きいね。レコーディングシートにはアンナは漢字ではなくカタカナで書かれていた。そこには日本人に響くロックを作りたいというカイの思いがあった。従来の標準語のアクセントにとらわれてると、それは全然もうメロディーは自由に動けなくなるわけだから、アンナーって言った時にさ、まあ例えばアンナーって言った時にもう違うじゃない。それこそが僕がずっとガキの頃からいろんな音楽を聴いてきたある種の結晶みたいなところがありますからね。